日本の操縦型潜水艦人流をめぐり、警告のネットがざわついているようなんだぜ。どうしてキムチたちがざわつくのよ。どうやら自国の潜水艦がかなりまずいことになっているらしいんだ。なんだ、いつものことじゃない。ということで今回は、新型潜水艦人流の性能を海上自衛隊の進水式で公開。これを見た警告の反応が、お送りするぜ。お願いね。それでは皆さん最後までゆっくりしていってね。冒頭でも話したが、海上自衛隊の潜水艦人流は、世界に誇る日本の名潜水艦なんだぜ。日本ってやっぱりすごいわ。2016年3月に、神戸市の三菱重工神戸造船所にて、操縦型潜水艦7番艦人流の引き渡し式が行われ、人流は正式に海上自衛隊の編成に加わり、キャリアをスタートさせたんだ。輝かしいキャリアの幕開けね。ああ、日本の最新技術を結集して建造された操縦型潜水艦人流は、なんと原子力潜水艦を除く、いわゆる通常動力型潜水艦の中では世界最強と言われているんだぜ。もう、潜水艦は日本製だけでいいかもね。ほんとだな。さらに強力な太平型も進水しているから、日本の潜水艦戦力は着実に強化されているんだ。うんうん。さて、そんな、操縦型の魅力に迫る前に、まずは潜水艦の仕組みについて説明していくぜ。潜水艦には、原子力潜水艦と通常動力型潜水艦の2種類があり、その大きな違いは動力源なんだ。動力源？ああ。原子力潜水艦は、その名の通り原子力を、通常動力型潜水艦は、ディーゼルと蓄電池を使って動くんだな。ふむふむ。現在、原子力潜水艦の保有国は、アメリカ、C 国、イギリス、フランス、ロシア、インドの6カ国のみなんだ。日本はどうなのよ？日本やオーストラリアは、原子力の軍事利用を禁じているため、原子力潜水艦を導入していないんだぜ。ええー？まあ、原子爆弾で想像できる通り、原子力はものすごいパワーを持っているから。原子力潜水艦は半永久的に水中に潜ることができるし、艦内で真水や酸素まで作り出すことができるんだ。最強かよ。ちなみに、真水や酸素は原子炉の発電力を利用して作っているから。つまり、理論上食料さえあれば一切海上に出てくる必要はないということなんだな。本当に？実際には乗組員の健康やストレスなどの問題があるため、半永久的に潜るのは不可能なんだぜ。私もずっと部屋に引きこもってるのはストレスだから、夜中に下に降りてくるわ。引きこもっていたのか。一方、通常動力型はディーゼルを動かすために大量の酸素が必要となるんだが、原子力と違い、艦内で酸素を作り出すことができないんだ。じゃあ、どうするのよ？だから、通常動力型は定期的に浅い深度まで浮上して、シュノーケルを海面に突き出し、酸素を補充しなければいけないんだな。この時に敵のレーダーに発見されたらどうするの？おしまいだな。これが通常動力型の最大の欠点であり、真水や酸素も作り出せることから、一見大きな弱点がないのが原子力潜水艦なわけだぜ。もう原子力潜水艦一択でいいじゃない。しかし、実は原子力潜水艦にも騒音という弱点があるんだ。うるさいの？ああ、原子炉は頻繁に止めたり動かしたりできないので、炉心冷却剤を循環させるためのポンプを止めるわけにはいかず、これが大きな騒音の元になるんだぜ。そういえば、どこかの国の原子力潜水艦は海中でドラを鳴らしながら進む、と言われていたような。その点、通常動力型はディーゼルを止めてバッテリー起動に切り替えることによって、起動音をほぼなくすことができるんだ。水中では視界も電波も遮られているので、基本的に音波を探知しながら進む敵潜水艦にとって、騒音がないというのは大きなアドバンテージになるわけだぜ。うんうん。それでは、なぜ人流を含む操縦型は世界最強との呼び声が高いかわかるか？名前に流がつくから？しょうもない理由だな。操縦型は通常動力型ゆえに世界最高の静かさを持っていることに加え、定期的に海上に浮上しなければいけないという通常動力型の最大の弱点を克服したからなんだぜ。どういうことだってばよ？操縦型に搭載されている最新技術、非対機依存推進 AIP システムがその秘密なんだな。非対機依存推進？ああ、この AIP システムとは、液体酸素を活用することにより、ディーゼルエンジンの稼働に大量の大気を必要としないシステムのことなんだぜ。ふむふむ。このシステムを採用することにより、
これまで数日だった連続潜水航行期間をなんと最大4週間にまで伸ばすことに成功したんだ。4週間もあったら、赤ちゃんも大人になるわね。どんな生物なんだ。そして、そういう型のもう一つのすごい点が、ネットワーク化センサーや兵器など、艦内のシステムを光ファイバー網で接続。さらに陸上の司令部とも繋いで情報処理を一元化したというところなんだぜ。ネットワークで一元化？ああ。これにより、普通の潜水艦で連携する作戦の遂行が容易になったんだ。まさに最新技術の塊ね。さて、当然そんな潜水艦を諸外国が放っておくはずもなく、当時、潜水艦の導入を検討していたオーストラリアも、そういう型を採用候補に挙げていたんだぜ。オーストラリアに一隻、100兆円くらいで売りつけましょうよ。そんなことしたら嫌われちゃうぞ。これだけ注目を浴びている人流だから、隣国の警告が黙っているわけないよな。やっぱりね。案の定、人流浸水のニュースを聞いた警告のネットでは、自国の潜水艦の技術レベルと比較するコメントが多数寄せられたんだぜ。どんな反応なのよ？警告の反応は、警告は素晴らしい造船技術を持っている。日本との差なんてない。警告だって潜水艦を輸出できるほどの技術レベルを持っているんだぞ。警告は独自に潜水艦を作れるというが、売れてないじゃないか。課題山積みだろう。日本は様々な試行錯誤を経て世界最強の人流を作り上げた。我が国はまだトラブルに直面している最中なのに。といった感じで、どうやらいつもの警告の議論のトーンとは違い、自国の潜水艦に否定的な意見も多いようなんだぜ。そんなに警告の潜水艦はやばいの？そうなんだ。実は今、警告の潜水艦はかなりまずいことになっていたんだぜ。これは気になりますねー。そもそも、警告の主力潜水艦、ソンオニル級潜水艦は、ドイツの HDW 社から主要部品の供給を受けて、ヒュンダイ重工業によって建造されたんだ。元は HDW 社が輸出用に開発した214型潜水艦であり、警告はこの潜水艦を HDW 社に発注し、自国のヒュンダイ重工業で建造したということなんだな。純国産的な？ああ。しかし、主要部品以外の他の部品などに警告品をたくさん使ったためか、HDW 社が想定した性能には程遠いものになってしまったようなんだ。どう程遠いのよ？例えば、日本海を航行中に原因不明の推進システム異常により突然動けなくなり、2隻のタグボートに引っ張られながらなんとか帰国したというトラブルが発生したんだぜ。かっこいいなぁ。また、ソンオニル級もそういう型と同じように AIP システムを搭載しているんだが、2週間連続して水中活動できるように設計されているところ、なんとたったの4日間しか持たなかったりと、とにかく欠陥だらけなんだ。生かすなぁ。そもそも、4日間しか潜航できないって、AIP システムを搭載していない通常動力型潜水艦とほとんど変わらないレベルなんだぜ。やっぱり警告性は購入してはいけませんね。そうだな。加えて、搭載された燃料電池は100回以上も故障してしまったり、警告メーカーがライセンス生産した艦橋と甲板をつなぐボトルにも不具合があったりしたんだぜ。まあ、これだけトラブルがあればもうないでしょう。いや、他には2015年9月、すべての艦の水中騒音が基準値より 40dB 超過していたことが判明したんだな。まだあるのかよ。さらに同月、ヒュンダイ重工業が建造した3番艦アンジューコン搭載のスクリューに、151個もの亀裂が発生していたことが2014年9月の段階で判明していたようなんだぜ。なんでも2014年8月2日、野戦整備中にスクリューに7箇所の亀裂が発見され、ヒュンダイ重工業で精密検査を行ったところ、151箇所もの亀裂が見つかったんだ。ダメじゃこりゃ。ちなみに、同時に点検されたドイツ製のスクリューには1箇所も亀裂はなく、警告製のスクリューにだけ亀裂が発生していたんだぜ。151個もの亀裂って、もうこれではスクリューが使い物にならないわよね。そして一番の問題点は、スクリューで発生する騒音が大きすぎるため、推進軸、スクリューシャフトを変えてみたようなんだが、全然改善しないので今でもそのまま運用されていることなんだな。これじゃ、敵に見つけてくださいと言ってるようなものだわ。これは潜水艦というより、もはや潜水艦だぜ。しかも、警告では、新型艦の就航時などを国とマスコミが一緒になって、その優秀さを海外にアピールすることが通例となっているんだ。
だが、この一番艦、ソン・オニルは浸水後、なぜか表舞台から姿を消してしまったんだな。さては極秘任務で活躍中なんじゃない？まあ、そういう見方もあったんだが、残念ながらそうではなく、故障で工場に逆戻りしていただけだったんだぜ。これはひどい。ちなみに20ヶ月以上工場内で放置されていたらしく、工場に放置されている間に2番艦の定置が2007年6月に、3番艦のアンジューコンが2008年6月に浸水したんだな。問題が解決していないのに量産するなんて、むちゃくちゃだー。そしてこの欠陥のオンパレードを受けて、ついに警告艦長も巻き込んだ訴訟合戦にまで発展したんだぜ。嘘でしょ？なんとこの騒音問題に関して、警告防衛事業庁がヒュンダイ重工業に。ヒュンダイ重工業は HDW 社に、それぞれ損害賠償請求の訴訟を起こしたんだ。この国すげえ。そして最終的に、警告防衛事業庁がヒュンダイ重工業と HDW 社に賠償金を支払わせたんだが、今度はヒュンダイ重工業と HDW 社が賠償は無効だと訴訟を提起したんだ。完全に責任の押し付け合いの泥沼状態ですね。これに対して、警告でも、自国ですらまともに動かせない潜水艦を輸出。何言ってる、20年後には輸出できるようになるのでは？現状、ドイツの技術ベースで建造するのが警告の限界だな。といった声が出ているようなんだ。もう潜水艦事業やめなさいよー。これからも警告には良質なお笑いを提供してもらいたいぜ。本日のお話はここまでだぜ。よかったら、チャンネル登録、高評価お願いしますね。それでは、皆さん、また次の動画でお会いしましょう。